暗殺指令 X。 どうもこんばんは、スーパーメテです。というわけでね、今回こちら暗殺をするシリアスな内容のゲームみたいなんで、ちょっとやっていきましょうか。ゲーム説明。あなたは殺し屋 X です。チャンスと表示されたら画面上の触れたいものをクリックしてください。連打と表示されたらターゲットをひたすらクリックしてください。ターゲットのライフがゼロになったら暗殺ミッションの終了です。果たして制限時間内に殺めることができるのか。なんか逃走中のハンターのプライベート版みたいのが出てきたね。俺は殺し屋 X。 お前殺し屋なの？めちゃくちゃ弱そうだけど大丈夫？これからターゲットの家に潜入し、チャンスを見つけてクリック。そう、俺は指一本で殺すことができるのだ。指一本で殺せるってもうハンターハンターとかの世界観だけど大丈夫？いい感じにハゲてるやつが、あ、こいつがターゲットか。弱そうだぞ、どっちも。中学の時の同じクラスの。同じクラスと。いや、それで入れんの？あ、なんか、右上に HP 出てきたな。あれをゼロにしなきゃいけないのか。火、これで殺せないかな、火で。チャンス来たな。何、頭に火つけるの？いや、死なないだろ、それ。死なないだろ、ちょっと HP 減ったな。さすがにちょっとは減るよな、あれな。ちょっとこの間もさ、どっか探しとこう。どっかクリックして殺せるかもしれないから、火で。田中ってクラスに絶対いるもんな。流れ完全におかしくねえか。なんか体狙われてるんじゃないのこれ。なんか風呂入る流れになってんだけど、これやだな。掘られるんじゃないの。チャンスって今これお風呂で殺すってこと？もう暗殺でもなんでもないんだよ。どこ連打すんのそれ。そこ違う、ここじゃないな。ここじゃない。どこ連打すんだ。こっちか、こっちか、こっち連打すんだな。何すんだよ。まあ、確かに何すんだよだな。手が滑ってよ。手が滑って言い訳にならんよお前これ。なんかとりあえずこいつが先に入ることになったみたいだけど、風呂。こいつの気持ちの切り替えの速さのワールドカップ予選のホンダぐらい切り替え早いよ。もうなんか最初からなんかおかしいなと思ったけど、暗殺っていうかもう殺に行ってんだよね。殺、うん、直接殺しに行ってんだよ。なんか本がドミノみたいに並べられてるけど、これ使うのかな。なんだろう。花火買ってきた。花火絶対怪しいな。なんだ俺。怪しいぞ。あんなところに置いてあるのおかしいもんな。押せるな、これ。花火か。チャンス。いやいやいや、これ、これ熱いだろうけど、殺せはしないだろう、お前。これ、家の中で花火やるなんて、もうバカかと。大家大発狂するぞ、こんな。これさ、もしかして花火でフィニールに行ってる？とどめ刺しに行ってるな、これな。大丈夫か？このまま行けるかな？これ、友達とさ、そういえばこれやったことあるよ、これ花火戦うっていう。連打大変だな。そしたらさ、友達のウルフ逃してた襟足がさ、全部なくなってさ、すっげえ嫌な空気になったのを思い出した、これ。これはね、でも熱いよ、ほんとに。俺もこうやって戦ったことあるけど。これはね、熱いけど、でも死にはしないね。うん。100歩譲っても死なないね。ちょっと HP 残ったな。血じゃないよ。血じゃないよ。もう指一本で殺せるっつってただろお前。指使え。ああ、1ミリだけ残しちゃった HP。 ちょっとさ、今リトライしてここまでやったんだけどさ、多分さ、花火じゃなくてこのさ、これ見逃しに見せてこの怪しい漫画ドミノ、これを使って倒すんじゃないの。死ぬ気しないけどな。これがババババババって繋がってどうなるのか分からんけど、とりあえず花火じゃないっぽい感じがしたな、あれ。さあ、ここでチャンスが来て、さあ行ったぞ漫画。まあ、ドミノだよなこれ。どうなんのこれ。そう言ってそれ倒れて、それ倒れて、マットレス。いや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 、絶対死なないじゃんそれ。あれ死んだ。いや生きてる。どういう考え方したらこのドミノで殺せると思ったんだよお前。この装置で倒すんだったら最後にターゲットに倒れてくるものに殺傷能力がないとダメなのに、マットレスっていうね、ふわふわしたもんダメよ。これ多分他のとこも押せるとこあるんだろうな、なんかね、これどっか。チャンスでしょ、ここで。来たな、これだ！こっちか！蛇口入れて上からお湯出して、いやいやいや、だからさ、全部継承を合わせることしかやってないんだよ、これで。行った行った行った、ついに行った。これ、もうここで殺せるぞ、これ。このまんま行けさ。急に殺し屋の本性を出してきた。急に普通に殺しに行ったな。手が滑って。もうさ、だから、手が滑って万能だと思ってるよな、こいつ。手が滑ってって言えば全て許されると思ってるもん。風呂は入るんだ、それで。こんなにゴリゴリに殺されかけたのに、すぐリラックスすんのね。気持ちの切り替えがすごいね、こいつ。これでさ、最初の時より HP かなり減ったんだよ、お風呂にあの頭押し込んだから。もうあそこで殺せたと思うけどね。これで、ドミノでフィニれないかな。結構ね、
マットレス倒れてきた時に大ダメージ入ってたんで、これで死ぬと思うんだよね。これで死んだらどんだけか弱いんだっていうところでちょっとびっくりするよ。さあ行った。これでいけるか。相当ね、よくこの年まで生きれたよっていうね。死んだ死んだ死んだよな、これさすがに。やっちゃったか、これ。やったかい。やったな。直接のシーン、マットレスって。最後まで指使わないかい、そして。